ズドラジ、今日。何なのよ今のは。いわゆるオープニングってやつですよ。あ、毎回たらいを落とすことはしないんで安心して。できれば二度とやらないでほしいのですが。ところで、何するの？パズドラをやるぞ。今回からパズドラの実況をやっていきますよ。パズドラの動画なんて前から出してるでしょ？単発動画はね、季節もののガチャを引く動画とか。でもそうじゃなくて、シリーズ化したいんだよ。需要あるのかな？そもそも他の有名なパズドラ実況者さんと比べて、パズルが上手いわけでもないし、そのうちネタが尽きて失踪したり。やるぞ。ちょっと待って、私映ってない。字幕のスペースがないので、小さくなりますね。ではでは、まず見てもらいたいものがあるんですよ。とても嬉しいことがあったんです。見てこのハクちゃん。ガチャで被りまくっちゃったんだねー。まあ、残念だったね。残念だと、何を言っているんだ。こんなにたくさんハクちゃんが当たったんだ。もうウハウハだよ。これで夢のオールハクパが作れるじゃないか。夢の？ハクちゃんはね、僕がパズドラを始めたばかりの頃、とてもお世話になったキャラなんだよ。だから思い入れのあるキャラなんだ。それが4人も手に入ったから、これで全ての分岐進化したハクちゃんを揃えられる。覚醒ハク、鬼ハク、クリスマスハクがいるから、ここに闇ハクと転生ハクを加えたい。そのパーティー強いのかな？強いか弱いかじゃないんだよ。夢があるかが重要なんだよ。そうだ。今のうちにこのシリーズについて話しておくか。まず、このシリーズはただただ僕がパズドラを楽しむだけです。何かすごいテクニックを紹介したり、最新の情報をリサーチするとかそういうものではないです。本当に単に一般プレイヤーが楽しむ、そういう動画です。パズルの上手さには期待しないように、僕はいつでも中級プレイヤーです。そして何よりも重要視するのが、キャラの可愛さ。はぁ？あのねー、可愛いキャラを使ったり集めたりするのが重要なんだよ。使っているキャラが可愛ければパズルが下手でも許されるんだよ。いや、意味がわからない。ってことで可愛い子たくさん集めていこうねー。結局そういう方向性なのか。で、話を元に戻しますと、この覚醒ハクちゃんはずっと前から使ってきたハクちゃんです。この一番思い入れのあるハクちゃんを転生進化させようと思います。最近出たばかりの進化だよね。パズドラ5周年記念で進化ラッシュですな。ハクちゃんも記念イベントの対象になりましたとさ。さて、覚醒ハクは転生ハクに進化させます。ここに闇ハクを入れ、さらに新たに覚醒ハクを作って入れる。これで夢のハクパが完成する。だがそのためには覚醒ハク用の進化素材を用意しなければ。ってことで今回はその進化素材をゲットするため、未完成ハクパで最有機降臨に行きたいと思います。フレンドさんは転生ハクだね。ちょうどよかった。これで挑みたいと思います。普段は一撃で倒せるような強力なパーティーでやりますが、今回はそうはいかないぞ。リーダースキルを見ると、そもそも倍率が大きくないよね。あまり強い攻撃力ではないね。覚醒ハクが4倍、転生ハクが 4.5 倍、合わせて18倍か。なんか古い時代のパズドラをやっている気分だ。昔はこんなもんだったけど、今はもうこれでも弱く感じるくらい他のキャラが強くなりすぎたからな。ハクのダメージ軽減で HP 半分しか減らなかったね。転生進化することでダメージ軽減が変わったよね。覚醒ハクの時は火、水、闇属性攻撃からのダメージを軽減だったけど、転生進化することで全ての攻撃のダメージを軽減できるようになったぞ。おっと、ロサスカイちゃんを一撃で倒せないか。どちらかというと、防御系のキャラなのかな、ハクは。そうだな。リーダーとして使った場合は防御系だな。でもハク自身は攻撃もちゃんとできるんだよ。むむ、人光も揃えられるか。あ、ちょっと欲張ってミスった。そうそう、ハクは新しく追加された7コンボ強化を持っているからね。コンボを組めばしっかりダメージを与えることができるよ。故に攻撃系としても使える。バランスがいいって感じなのかな。この強いんだか弱いんだかわからんサボ城は慎重にいかないとな。5コンボで十分だろ。
こんなに効くのか。こんなボスいる。すで HP めっちゃ少ないよね。HP を減らしすぎると発狂してめっちゃ強い攻撃をしてくるから、初回ターンは手加減をしてあげないといけない。だが次は思いっきり攻撃だ。思いっきり失敗だったね。なんて貧弱なコンボだろう。オプコンすら味方してくれなかった。しかもスキル封印されちゃった。今度こそまともなコンボ組んでやる。低 HP キャラに負けてたまるかってんだ。自力7コンボを確実にする練習を全体かな。あんたいつも6コンボだよね。まだコンボパンに慣れてないんだよ。カエデッチとかミルちゃんみたいなハート十字消しでやたら強くなるキャラばっか使ってきたからな。ハートの十字さえ踏めばそれほどコンボしなくても勝てちゃう環境に慣れすぎたかもな。でもコンボパって楽しいよね。きっちりコンボが決まった先の爽快感は素晴らしいね。いつか千代田姫とか使いこなせるようになりたいな。最優秀なんだから孫悟空にもちょっとは触れてあげなさいよ。あ、なんか一撃で倒しちゃったね。それはいいとして、白の進化に必要なのはこの闇三蔵法師だ。なんで三蔵法師が闇落ちしてるんでしょうね。三蔵法師の闇落ちっていうのがよくわからない。孫悟空を洗脳して天竺でテロとか起こしそうだな。そういう変なイメージを植え付けないの。さて、光三蔵法師をパパッと倒しましょうね。僕が勝ったら僕の実力を認めてください。そして孫悟空はクビにして僕を主人公にしてください。あんたも頭に金こじをつけられて管理された方がいいよ。あんなので頭締め付けられたくない。あれで可愛い子の手首を固定。悪用厳禁。一撃で倒せなかったから面倒なことになったじゃないか。そりゃあんたのせいでしょ。仕方ないなぁ。三蔵法師さんのお遊びに付き合ってやるか。これでお邪魔を全部消せなかったら一撃で倒されてゲームオーバー。まあ、余裕で消せますが、次のターンでクリアしちゃいましょうね。相手の防御もなくなったね。相手の技の尺上ドトスってなんだよ。尺上って僧侶が持ってる杖のことだよね。あの杖でどついてくるのかよ。僧侶も追い込まれれば物理攻撃だな。孫悟空は如意棒、三蔵法師は尺上を武器にして戦うのか。バトル漫画掲載勇気だな。ということでクリアです。なんとも微妙なパズルだったね。うまくもないし、かといって下手でもないし。まあ、僕が楽しめればそれでオッケーなのよ。無事に闇三蔵法師ゲットです。進化素材として使うためにはまず進化させなきゃいけないし、白を進化させるためにも進化素材が必要だし、これから地獄の闇進化素材集めの始まりだな。でも白ちゃんのために僕頑張るよ。その仕留めで僕を見守っていてほしい。なぜ白ちゃんの仕留めは可愛いんだろう。そして実はたわわな立派なお胸。やめなさい。実は今の動画、撮影したのが、1ヶ月前、なんだよね。パズドラの動画を見たいという要望があり、かつ、僕も作りたいと思っていたので、先月から録画はしていました。しかしマインクラフトなど他の動画を優先していたため、なかなか動画を編集できませんでした。今後も取りだめしておいた動画を編集していくので、なんで1ヶ月前のガチャを今動画にするんだ、みたいな時期外れな動画も投稿することになると思います。それは今のパズドラ動画の常識には反しますが、過去のガチャも重要なキャラとの出会いの瞬間である。だから時期外れでも動画にしたいと思っています。まあ、他の人のことは気にせず自分のペースで動画を作っていこうと思っています。このシリーズは僕のパズドラの日記である。また、今後もライブで視聴者の方とマルチプレイをしようと思います。ぜひお気軽にご参加ください。あと、このシリーズは本当にただただ僕が楽しんでいる様子を撮影しているだけです。ネタパとか強くないパーティーでグダグダプレイになる可能性もありますが、それも楽しみ方の一つということで許してください。好きなキャラで勝つんだ、をモットーにやっていきますよ。では次回お会いしましょう。古き時代のあっさりテイストゆっくり実況でやっていきますよ。